お疲れちゃんです。ラットです。だけで、今回もグラッシュラやっていくんですけど、今日はですね、こちらですね。はい。メガナイトオールブレイカーかなを紹介していこうと思います。で、なんかね、いろんな方があるんですけど、なんかね、この樽じゃないわ。もともとはロリババ、まあ、樽だったところが、今ね、ロイヤルデリバティーになってるね、方がちょくちょくあります。というわけで、これをね、今日やっていこうかなと思います。なんかコウモリがサンガゴだったり、ユーノがミニペだったり、まあ、しますね。で、ここがまあタルカ、ゴブリンだったり、いろんな形があるんですけども、まあね、このデリバリー型でね、やっていきたいと思います。で、デリバリー型になると、まあ、何がいいかっていうと、デリバリーね、防衛専用カードではあるものの、防衛力ね、めちゃくちゃ強いんでね、最近すごい増えてきてて、ラバですね。ラバに対して圧倒的強くなるのと、まあ、あとはなんかね、いっぱいごちゃごちゃ来たユニットをね、箱でね、防衛できます。あと、スケラとかにもね、結構優秀かな。で、出た。ロケットであなたのタワー全部削ります。宣言されましたね。はい。で、あと、まあ、そんな感じですかね。まあ、ゴレとか、なんか大型にね、箱だと、基本的に強くなるイメージがありますね。まあ、その代わり、枯渇とかね、こういうクロスとかにね、枯渇と、ちょっとね、箱のね、反応が遅いと逆にきついっていうね。だから、そんなに箱にして大きくメリットがあるわけではないですが、まあ箱によってね、結構ね、防衛力がね、硬くなるかなと思います。よいしょ。これは多分ね、落ちましたね。最初、ロケットでタワー落とす宣言されたことによってね、アドがね、美味しくいただけましたと、めった感じですね。で、枯渇に対しても、この箱をね、ちゃんと、こう構えておけば、見てからだと多分ね、めちゃくちゃ反応いい人だとね、間に合います。ああ、はい。俺か間に合え。ワンチャン間に合うんでね。ああ、間に合わないですね。はい。僕ぐらいちょっと反応鈍いと、これがね、間に合わないですね。なんで、まあ、基本的に構えとくのが大事になってきますね。枯渇相手には。はい。という、わけですね。なんで、まあでも、こうなったらね、さすがに勝てそうですね。あとはもうディガーウォールブレイカーで、まあ、削っていっとけば、あ、一発はい、入らない。で、今、1,2,3 からもう一枚で、多分箱が来そうな香りがします。待ってた。よいしょ。いや、これが良くないですね。これを、どんだけね、減らせるかですね。これ、まあ、樽だったら普通に完封できますけど、これもね、結局、この自分の意識次第でね、完封できるんで、そうなれば枯渇にも全然戦えますね、と。言った感じですね。はい。久しぶりにね、動画撮ってますね。マジで。最近週1ぐらい、週1、週2ぐらいしか上げれてないんですけど、ちょっとね、今プレイオフでね、ちょっと大事な時期なんでね。はい。ずっとね、クラロア2としてますね。よいしょ。左右の追加しつつ、まあ、そうですね。今回は土曜日に試合があって、まあ、1試合ですね。で、勝ったら、まあ、負けたらもうね、終わりの位置にいて、勝ったらね、次の日ね、日曜日か、にもう1試合あると、めった感じで、なんですけど、次のね、対戦相手がね、AUK 選手ですね。リーグの一番最初に対戦したチームですかね。はい、と、もう一回やるんですけど、今回ね、その AUK っていうね、まあ僕がね、ただただ大好きなね、選手がね、めっちゃかっこいいんですよね。そう、めっちゃかっこよくて、ただね、人間的部分でね、僕がね、ただただね、憧れてるね、選手とね、またやれるんですよね。前もやったんですよね。その時は負けて、まあ僕ね、直接採決やって、KO1 でかな、当たって負けて、で、今回またあるっていうわけでね、まあ対戦する機会があるかわかんないですけどね、できたらまあ嬉しいかなと思いつつ、そうですね。マジでこの CRL イーストですね。はい。で、マジでこう、まあ、みんな強いんですけど、まあ、その中でもマジで、こう、トップ3を上げるならで、マジで絶対入ってきそうな選手ですね。本当に。もう1番、2番、争うレベルね。マジ一番上手い選手がね、次対戦相手なんでね。ここをね、勝ってね、さらに勢いづけたいところではね、ありますね。よいしょ、インフェですか。インフェとなると、枯渇とか、ホグでしたね、今。余裕でホグだったわ。このね、ホグも最近すごい流行ってますね。箱ホグですね、箱ホグ。箱入りのホグで、まあ、ザップがないんでね、僕のコウモリが無双しますね。はい。なので、防衛コウモリ、攻めクエイクと、
そうですね。いやー、これなんか攻めメガナイトしたいけど、あ、まあ来ますね、さすがに。で、これ多分ザップったら完封できますね。はい、で、インフェか。インフェ防衛またされちゃって、多分箱も回ってないかな。いや、これで回ったかな。落とされそう。落ちないで。ワンチャン壊れる。うぃー、なんかおしゃれな防衛だけど、マスキラめっちゃいってますね。はい、で、さっきのね、ちょい話した試合の勝てばね、その次にファブとタロンかな。の、ダンデライオンとかね、ラインくんとかがね、いるところと、まあ、ファブの勝ったことね、できるんでね。それもまたちょっとね、楽しみではありますね。優勝するまで残り4試合かな。全部勝っては4試合。負けたらもうその瞬間ね、終わりと。いった感じで、僕自身マジでね、マジでね、っていう状況なんでね、はい。ちょっと勝ちたいですね、そろそろね。本当に。本当に勝ちたいですね、僕自身。まあ、チームがね、勝ててるんでね。まあ、それはもうね、もうバンバンザインって言いますか。まあ、ありがたいですね。本当に、前回の試合も、1セット目、KO1、普通に取られて、で、2セット目のドラフトも、負けそうだったんですよね。1本取られて、点5とかな。そう、1本取られて、しかもその次の試合も、なんかもう、本当に、もう前半、もう、うわ、負けたみたいな感じの状況だったんですよ。だから、もう言ったら、まあ、BO5 なんで、2セット取られて、2セット取られて、こっから3連勝かーって結構ね、こう、しんどい気持ちになってたんですけど、マジでこう、早いですね。もしそこで、前回、まあ、勝ったっすけど、負けてたらね、今回のね、クラルリーグもう終わってますから、シーズン2があるかまだわかんないですけど、シーズン1もう終わってますから、そう考えた時に、いや、終わるの早すぎやろっていうね、感じでね、ちょっとね、こう、辛くなるというかね、もうみんなと、まだ半年もしてないですけど、こうやっぱね、一緒に練習とかね、してるとね、こう、また一緒に試合できなくなるってね、いう気持ちがやっぱね、出るんですよね。はい。なんで、そういうのがちょっとね、もう、マジで、本当に、しんどい、しんどいっていうかもうね、めちゃくちゃ辛いところだったんですけどね。セット2ね、テンゴットが。もうね、お前絶対負けたやんっていうとこからね、奇跡の大逆転からの、次のセット取ってね、勝利っていうね。お見事ですね、マジで。いや、すごいですね。なんかもう、しかもみんなね、その後も勝って勝ってっていう、なんか、頼もしすぎやろっていうね、ちょっとね、ぐらいね、周りが強いんでね、僕がね、こう、今ね、僕が負けてもね、周りがね、勝ってくれて、その試合勝ってるみたいなね、なんかずっと続いてるんでね、こう、なんで僕の一つの負け分を、誰、みんながね、こう、みんなが補ってくれてるんですね、カバーして勝って、そう、僕の負けの分をみんながね、わざわざこう、その分ちょっと大変な思いしてね、勝ってね、つなげてくれてるんでね、そろそろね、僕がみんなにね、こう、みんなをね、疲れさせた分をね、僕がそろそろ、こう、楽にね、させてあげたらいいなと、思いつつね、います。よいしょ。あ、これ、ピッカ工場だ。いや、これ、美味しいですね。もう、これ、箱、これが強いですね。しかも、結構、結構なんだ？こう、火力が高いんでね。火力が高いのがめちゃくちゃいいですね。で、ワンチャン U の受けとか来た時に拾える。おー、ザップ？神座？あはー！神座。神座じゃねー！これやべえ。来たら終わる。来たら終わるなー。来ないでーと祈りつつ、釣ります。よいしょ。で、これ1体だけ爆破入ります。これがね、超セコいんですよね、マジ。まあ、強いですね。ウォールブレイカーデッキを使う上で、これができれば、もうね、勝てますね。本当に。これができるかできないかで、試合勝てたり負けたりって感じですね、マジで。よいしょ。これちょっと怖いですね。なんか、ダクプリなんですね、この人。ダクプリ。ダクプリ型はちょっと珍しいっすよね。で、箱落としてえな。箱落としてえけど、ちょっと歩くの遅いっすね、マジでちゃ。で、おー、いや、美味しい。それは美味しい。なんなら？いや、なんなら新エイタイム優秀。で、こっちだな、うちの目がないと飛ばない。いや、飛ぶけどスローなんで、OK。いや、これは来たんじゃない？さあ、で、どっちに一体何をどうするかっていうのは、もうここはね、正直適当ですね。正直適当に、適当にぶっ破してね。で、攻めでザップ持ちつつ、さあ、マスキーがね、打ってないか。でも、ペッカ溶けてますね。いや、これ箱のおかげでね、メガナイトって、まあ、ペッカにね、まあ、きついんですけど、
これちょっと早いな。有能もうワンテンポ早かったらペックから殴られねえな。ああ、これね。有能がもう3秒ぐらい後にね。まあ、2秒か。3秒だったらペックに殴られてるんですけど。もうちょっと後に出しとけば。出しとけば、有能がね、ペックに殴られずに済んでましたね。いや、マジでね、箱強いっすね。箱のおかげで、勝てますね。で、ちょっとむずいですね、こっから。そろそろ8枚ペックぐらい来てもおかしくないですね。はい。まあ、ですが、箱を回して、箱ですね。で、相手逆サイドも防衛しないといけない。で、ここ、あっち死んだ。オッケーオッケー。これですね。こういうところをウォールブレイカー釣りですね、マジで。いやもうワンテンポ遅いと、多分ね、ついていった。もう一体に。まあ、こんな感じで。さあ、あと260度なので、ザップを使い、削っていきます。で、これもね、箱でね。すべては箱でなんとか逃げます。でも多分相手これ、射抜ける位置に交わっちゃいますね。うふぅーで、エレキあはザップで戦えてくる。さあ、あとザップ2回。ザップ2回。あ、待って、ちょっとやべ、ミスった。やべ、待って、やべ、待って、やべ。あぶね、待って、やべ、待って、待って、やべ、待って、待って、違う、待って、待って、本当に待って、焦んな。おい、来たー。一応、待って、なんで拾ってんの？ちょっと、焦んな。んあぶ、え？ちょっと待って。やばい。ナイス。いや、怖いっすね。最後、負けそうになりますね。めちゃくちゃ危ない。これ、アーソンって人もね、よく見る人ですね。多分。ですが。はい。ってなわけで、まあ、箱だとね、結構ペッカとかにも勝てるようになりますし、意外とまあ、クロスにも枯渇にもね、まあ、勝てないことはないのでね、ぜひ、こちら箱型ね、使ってみてください。なんで、今まで他のデッキでもね、なんか2個スペル入ってるデッキとか、まあ、3個とかね、スペル入ってるデッキ使ってた人もね、ぜひ、箱でね、試してみてください。結構ね、防衛硬くなりますし、万能カードかなと思います。というわけで、おります。リーグ頑張ります。では、お疲れ様でした。